はい、どうも、動画クリエイターの片山亀俊です。はい、今日はですね、朝6時から、まあ、正確に言うと6時15分ですか。6時15分から、まあ、Zoom の、まあ、異業種交流会的な、ミーティングでした。はい。でやっぱ毎回なんかいろんな気づきだったり、まあ、刺激だったりですね、まあ、いろんな業種の方とお話ができることで、まあ、学ぶものがあるのかなということで、今日はですね今3時間、まあ、約ですね約3時間、まあ、みっちり、話を聞けましたと。で、ですね、今日ですね、その中であったのが、まあ、補助金っていうところですよね。で、今ちょっとコロナだったり、なんだったりっていうところで、まあ、いろんな補助金がやっぱあるみたいで、で、その、まあ、異業種交流会に参加されている方で、まあ、橋本さんという方が、その、補助金のプロフェッショナルとして、やってるんですけれども、やっぱりまあさまざまなその補助金があるというところで、まあそのまあ書き方というかもそのまあ書類の、まあ、結構書面とかも大変みたいで、やっぱ自分でするっていうとなかなか難しいっていうところで、まあ補助金サポートっていうその橋本さんの会社があるんですけど、うんですね。でやっぱ結構実績もあられる方なので、まあ、新規事業立ち上げる方とかですね、まあ、そういった方はぜひおつなぎしますので、まあ、僕までご連絡をください。はい、であと、まあ、今日話言ってたのが、まあ、もう事業をスタートしている、事業をスタートしているけれども、まあ、遡って補助金申請できたりするらしいので、はい、なのでまあ、ちょっと補助金について気になる方おられたら、まあ、僕の SNS とか、まあ、Facebook でも Instagram でも、まあ、片山亀俊っていう名前でやってますので気軽にお尋ねください。おつなぎいたしますので、はい、今日の動画は以上です。ありがとうございました。